7月31日土曜日です。気分憂鬱竹坊の今日も PON。 竹坊です。今回は、食虫植物の、生育動画です。1月、4月、7月、10月の一番最後の日、まあ、いわば3ヶ月に1回がですね、あの食虫植物の、まあ、生育動画を分けています。で、1月やりました、4月やりました、7月、まあ夏ですね、夏の分ですね。まあ、今日は、まあ、食虫植物がどれくらいになったかっていう動画です。ツボカズラです。ウツボカズラ、これ植え替えしたらものすごくでかくなりましたよ。ほんとウツボカズラ植え替えしたらね、ものすごくでかくなりました。でかくなったのはいいんですけれども、肝心なこのウツボカズラがなってないですよ。これこういう小さいものばっかりなんですね。こういう葉っぱばっか大きくなって、これがウツボカズラがならないですね。うん、これずいぶん前なんですけど、なかなか枯れないっていう、ね。生育はいいんですけどね、ちょっと、偏りがあるんでしょうかね。うん、まあ、どんどん大きくなるかもしれない。これカメラちょっと離れて映さないと全体が映らないっていう感じがしますね。モウセンゴケです。モウセンゴケ、なんとまたこれ花がね、あの咲きましたよ。花が5月中にもね咲いたんですよ。でこれがこれ花の茎なんですよ。これ5月に咲いた分の花の茎です。でこれなんか白っぽい花、今日はちょっとつぼみ状態かな。うん、あーちょっとまあ、花は咲いたらいいんですが、ちょっと元気がないですね。あの、粘着物質、丸いやつがね、ちょっとないんですよね、これ。夏でちょっと元気がないんでしょうか。まあ、かろうじて生きてるっていう感じです。はい、では3番目、最後ですね。ハイトリグサ。もうハイトリグサ、もうひどい状態です。もうこれ。もうほぼ枯れているっていう状態ですね。かろうじて生きてるって感じがしますよ。なんか一気に枯れちゃったっていう周りはね、もう茶色でしょう。中に、まあ新芽が出てるんですけれども、これちょっと、気に当てすぎちゃったんかな。ちょっとなんか同じことをやって何回も失敗しているっていうような感じがするんですけれども。うん、今がピークですね。夏を超えれば秋になりますからね。秋になるとまあね、あの育ちやすい、まあ、環境になりますからね。今日は食虫植物3種の動画でした。進行役は竹坊でした。